られる藍染めについて、どれほどこの藍染めがいいものなのかを説明していきます。まず日本で栽培されるところがとてもいいです。国内生産だということで輸入量、まあ輸出とかしなくていいので、まあ石油とかの使用量が減ります。そして使う人への被害、作る人への被害が全くないです。これは藍染めを作るプロセスは全てナチュラルで、環境に悪影響がないので、つまり人間にも悪影響がありません。そして作られたものから被害を受けることもありません。そして藍染めを作るにあたって出てくる不要物、ゴミですね、はナチュラルで環境に、土に戻るものなので、そのまま、流してもその環境に悪影響は与えません。そしてその藍染めを栽培する植物は生え変わるので、いちいち新しい種を植えて栽培する必要なく、同じ茎からまたどんどん葉が生えてきて材料になるので、その点でもとても持続可能な生産業だと言えます。で中がどんな元気かわかる。そういうふうな、その広いところに葉っぱをバーッと広げて、そしたらもう一日で乾燥してしまうので、乾燥したのを大きな袋に入れて保存して、9、10、11、12が冬のウィンタータイム。で、あの一つの床って言うんだけど、その床がちゃんとしたあのスクも、今のこの黒いこれに入れるまでに3ヶ月はかかるんです。で、そして、ね、これが糖分になったり、それからお酒が糖分になったりします。これは木の灰です。木の灰すごい綺麗でしょ。でこれに熱いお湯を入れるとぬるっとした液、それからこれは石灰、だからこっちはパウダー状、こっちは液体なので、本当は石灰を使わないでアクばっかりでこれをしたいんだけど、あの亀の大きさがあるので pH 調整するときには石灰を使うときもある。刈り取って切断して茎と葉っぱに分けます。で、あのこの葉っぱの中に色素があるのは、こういう、これもちょっとバラバラになっちゃったけど、この種ができたらもう種の中にこの葉っぱからの色素が移ってしまうので、この中は同じように見えてもインディゴのパワーは少ない。だからこの種ができる前に、花が咲く前に、あの葉っぱを刈り取ってこういうすくもにしていきます。これね、あのよくお米を入れるの俵っていうのを知ってます？はい、俵じゃなくてこういうのがかますっていうので、この中にいっぱい入ったのが送られてきて、でそれでこれの中に入ってる4分の1を1回使います。お友達がそのこういうのを着てたらだんだん色が取れてきちゃって、もういっぺん濃い色にしてほしいって言ったんで、あの弟にちょっと染めたんです。だけど今ちょっと見たらこれちょっと色がね、こっちの方が濃いでしょ。濃い ね。だからもう一遍ちょっとこっちを、多分これとこれとね同じように染めたんだけど、
これとこれは同じ素材、これはちょっと違う、だから色が違ったんだと思う。でもこれをもう一遍もう一遍染め重ねてあげようと思っています、うん、繰り返さなきゃいけないので、これをもうちょっと濃くしたければまた染めるという作業をします。ずっと長い間つけっぱなしにするんじゃなくて、繰り返し繰り返し何遍か出したり入れたりして染めていく。ブルーがかかって、ここにもブルーがかかって染めることができる。でも少しお金がいると思って、うん、いいですよ、はい。でそれはそれは染める、はい、やってみる。これはコットンでしょうね、きっとね、うん、だけどちょっとこれはね、これほら、まだちょっと待ってください。こう布がほら浸透しないので、あ、止めて、こう全体に均等に色が当たるようなあれの中で、ちょっとこれとこれがこうなったまんま入ってないで、はい、この中で広がるようにとか、うん、この紐がこうぐちゃっとなってないで、なるほど、こう押しながら染めていきます。広げてやる。最初間違えるとあと修正するの大変。そうね。でも何でもそうかも。最初折り紙でも最初きちんとしないと最後に変でしょ。確かに。大丈夫、大丈夫、大丈夫。あ、なるほど。これがね、こういう面白いけど、シルクしか染めれない。でもこういう色、ちょっとあの
こっちのコール入れたらちょっと違うね。すごく綺麗色ね。ここでするワークショップはこういうワークショップ。これはそのゴムで、うん、そうそう、これはね、まず、あ、こういうのみんなに作ってもらう。はいはいはい、いいですか。はい、いいですよ。だから、あのちょっとどうして作ったかわからないけど、とても複雑な柄ができるので、お箸、チョップスティックの、のでここでワークショップするときは大抵それでやってます。それでできたのがさっきのハンカチーフがそこら辺あったでしょ、今洗った、はい、うん、ああいうのができるので、Oh, it smells good. That has a really nice smell. It's really fresh, like grass. Very nice grass. Yeah. Ah, really? Fresh grass. Don't expand it. 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 Don't expand it.次の日にはちょっとブルーになってたりして、多分最初の人はそういうふうにして、あのこう擦れて、あ、なんかなんでって、あ、あそこ通ったからみたいな、それでじゃあどうにか取り出したい、最初昔の人は色のついた切れとかないからね、うん、あ、それで洗いましょう、はい、で、あのお水の中でクリップ全部取ってください。Making the fresh indigo mixture with cold water and fresh leaves. Blend it up and soak for about 10 minutes and then aerate it, right? Put in air for a little bit and then washed in fresh water. And you can see it's become this beautiful light blue color. And apparently this color is really strong and lasts for a long time. You don't need to dye it again, it doesn't fade.You can only do the fresh dyeing with what kind of material? Is it silk? Silk. And then the fermented dye can be used on cotton. What do you think of the process?Pretty cool process. You just get the leaves, blend it up with some water, put some clips on the silk so it makes like white patterns, and that's what like dyeing it is actually about, is making white patterns that aren't penetrated by the dye. It's really pretty.Cool. And that's just folded material clipped、yep. before you soak it, right? Thank you.